僕の今日の足元ですね。ワイヤレスからちょっと配線が凍っちゃってますが、ワイヤレスから AB に分けて、チューナーの方に行ってるやつと、あとはバッファーに行って、プロビデンスのバッファーに行って、でワウですね、ワウかましてからこのままケンパーに行ってるわけですよね。こちらがイヤモニになります。イヤモニのミキサー、これ2ちゃんに分かれてて、とりあえず、1本はケンパーから出して、自分の音を返すよう、もう1本は PA さんから宅から返しをもらってるので、1、2番ミックスしたのをこいつから飛ばしてるわけですよね。これは X バイブのワイヤレスになります。イヤモニがこちら、これウエストーンのイヤモニですね。イケてる、マジでかっこいい、ウエストーンのイヤモニを使っております。あとフィンガーイースト、これピックが入ってます。で、デジタル機材なんでね、一発アナログかまそうということで、センドリターンのチャンネルに、アナログのオーバードライブは入ってるんですけど、場所がセンドリターンなだけで、位置はエフェクターのブースに入ってるので実質、パワーアンプの前に来てるような感じになってますね。はい、こんな感じですかね。でピックがこれっすね。ピックがジョン・ペトルーシさんのモデルの、これ普通のおにぎりより一回りちっちゃくてめっちゃ弾きやすいんですよ。そして本日の竿ですね、7弦ギターの右側がメイン、綺麗だな。で左がサブ、サブは本当に2週間ぐらい前に ESP さんから作っていただいて、今私が使わせていただいております。ほぼ仕様は一緒なんですけど、メインの方が、9ボルト2本入って18ボルトになってるんですね。これどちらも EMG で、メインの方のフロントピックアップがタップするとシングルになります。でサブはその仕様はないんですけど、まあ、今後いろいろカスタムしていくと思いますね。
ありがとうございました。お疲れ様でした。Yeah. Happy birthday, Hamamori. Yeah. Happy birthday, Hamamori. Wow. Azas. Wow. Happy birthday to you. Yeah. おめでとうございます。ありがとうございます。みんなが買ってくれた。マジっすか。うん。まさか楽屋だとかね。美味しくいただきます。What the-
新体制、新生のオーゴット、無事に全ての公演が終了しました。楽しんでいただけましたでしょうか。来年は飛ばしていくぜ。